たんのビチリフシッツは、ロシアの詩人、翻訳家である。1887年1月6日、オデッサの裕福なユダヤ系商人の家に生まれる。学生運動への参加が原因で、ノボロシア大学を退学になった後、セイウラジーミル大学の法学部に移り1912年に、同大学を卒業した。卒業後は、ペトルフスキー不評第88連隊で、 志願兵として軍役に従事した。1910年、ペテルブルクで刊行されていたアクメイズムの雑誌、アポロに3編の詩が掲載される。1911年の12月に、ダビド・ブルルークと知り合い、彼とその弟たちと共に、後に未来派の中心的グループとなるギレアを結成。1914年、ペテルブルクにマリネッティが訪問した際には、 フレーブニコフと共に挑戦的なビラを撒いた。同年、画家、ゲオルギー・ヤクルロフ、作曲家、アルトゥール・ルリエーと共に、未来派のマニフェスト、我々と西欧を発表。さらに、第一次世界大戦勃発を受けて徴兵され、聖ゲオルギー勲章を受賞。1933年、改装期、一個半岸の伊手を発表。翻訳家としては、フランス象徴主義史、 および、グルジア氏の翻訳に従事した。大粛清の最中の1937年に逮捕、投獄され、翌年に、右翼トルツキスと、人民の敵の罪状により、死刑となる。家族には、通信の権利のない10年の懲役刑という虚偽の通達がなされた。スターリン死後の1957年10月24日に、名誉回復された。ありがとうございます。